もしもし。おはようございます、エリザベスでございます。タルタロスに迷い人が一人いらしたようです。迷い人？お早めの捜索をお願いいたします。特にこの度の迷い人はあなたのお知り合いの方かと。知り合い？それでは失礼いたします。ちょっと待って、もしもし、もしもし、知り合い？さあ、行くぞー。何あれ、純平さんの行く先は辰巳記念病院であります。ああ、お見舞いね。じゃあ、お先に。あれ、リーダーも？失踪者、北村文吉、80歳男性、自営業、かっこ古書店。9月11日、妻の光子さんから通報。深夜酔って散歩に出たきり帰らずか。これって、文吉じいさんがタルタロスにいるってことか。ようこそベルベットルームへ。失踪者の件で。まあ珍しい、焦っておいでですわね。やはりあなたのお知り合いの方でしたか。ああ、タルタロスのどのあたりにいる？そうですね、118階から123階のあたりで気配を感じます。先日開かれたばかりのフロアですね。わかった、ありがとう。今晩すぐに救出する。あら、もうお帰りですか。またのお越しをお待ちしております。山岸、何か感じるか？いえ、人の気配は探しにくくて、ここからでは同じフロアに入らないと。そうか。古本屋のおじいさん、本当にタルタロスにいるのかな？いる。確信があるのか？虫の知らせがあったんですよ、本の虫だけに。なちて、いくつきさん以下のセンスだな。虫じゃないけど、お知らせはあった。あ？ともかくここに迷い込んでいる確率は高いだろう。これまでの失踪者は大半がタルタロスから見つかっているからな。それにこの件でリーダーの勘は外れたことがない。もちろん事件や事故の可能性も捨てられないが、現状近隣の警察署に80歳前後の男性が関わる事件事故の被害報告は入っておりません。だそうだ。ますます確率は高まったな。そうですね、できれば外れてほしいけど。本当にいるならお年寄りだし体力が心配だね。今日中に救出したいところだな。はい、行きましょう。メンバーは僕を連れてってください。張り切ってるな、アマダ。なんたって正義のヒーローだもんね。からかわないでくださいよ。アマダ君真っ赤になってる。やめてください。まだ浮ついてんのか。思い詰めた顔をしているよりはいいさ。あ？入部したての頃そんな顔ばかりしていたよ。天田の年で背負うにはペルソナ能力は重すぎるのかもな。正義のヒーローを名乗ることで少しでも気持ちが上向くならいいじゃないか。そうかよ。フォローしてくれる仲間だっているしな。おい、今日は調子がいい、俺も行く。じゃあお願いします。正義のヒーロー1号さんも調子いいんじゃなかった？ヒーロー、確かにそんなものに憧れた時期もありました。でも今俺は世界を守るヒーローである前に一人の少女を守るナイトでありたい。なんだ、昨日の今日で随分な変わりようだな。ああ、純平から漂ってくる幸せ臭の正体が分かったわ。
ラブラブパワーでありますね。あれ、わかっちゃった？純平が来てくれるからここにいる、なんて言われたらさ、そりゃ毎日でも行ってやりたくなるだろう、行くべきだろう。そうなんだ、よかったですね。千鳥さんも、純平くんがいてくれて心強いだろうね。世界より一人って、純平さんも小さくなりましたね。え？何そのがっかり顔。え、別に。おい。やれやれ。これじゃ影時間が明けるぞ。純平が行かないなら俺が行こう。天田にやる気を見せられちゃ負けてられん。はい。